60分一本勝負、長与千草、北斗晶、加藤博美対里村芽衣子、上松俊恵、広田さくら。さあお待たせいたしましたお二方、浜松大会メインイベントです。博美選手、はいはい、違う、いや今のはカメラで押さえていただきたかった何が起こったかというと、私が博美選手といった瞬間、広田選手が緊張してくれましたね。非常に和気あいあいと、こんな感じで進めていきたいと思いますが、これ3戦目になりますか。はい、3戦目。そうですよね、デビュー3戦目でメイン、しかもパートナーが両巨頭ということで、このパワーで聞いた時の感想を今思い返していただくと、自分がこのメンバーの中に入っていいものなんだろうかっていうのが一番だったんですけど、まあ外野ではね、ありがちな、ありがちなカードというのはあれですけど、例えば、まあ、あって不思議ではない。そうですね、まあ、加藤園子選手なんかはデビュー、確か2戦目じゃないですか、そうです、後楽園大会メインの、正確には3戦目になるんですが、2大会目の第2試合出場ということですから、まあ、非常に外野ならではの、ならではの、マッチメイクだと言えますね。はい、さて、そしてまあ、各チャンではですね、非常にこの対戦相手のお二方をゲストにお呼びするというのは珍しいパターンなんですが、この相手チームの広田選手、はい、はい、今度は広田選手です、はいまあ、このカード正直言って、はい、この長与選手と北斗選手のパートナーに博美選手が選ばれたということに関してちょっと思うところあったんじゃないですか。自分がもう外されるようになったらっていうのがありました。そういう位置からね、はいはい、なるほどね。まあ広田選手の場合ね、確かにデビューがデビューですしね、武道館で長与選手のパートナーでいきなりアジャチームということでしたから、はい、まあ、その後もデビュー選手とかね、北斗選手とかと一緒に当たってますしね、まあ、それででも外されたっていうふうにはね、まあ逆を言えば、そういう意外性のある位置にばかり持ってこなくていいという、まあよく言えばちょっとレスラーとしてですね、ステータスが上がってきたから逆に、はい、こういう本来前だと例えば広田選手か加藤選手、博美選手のとか入ってたと思うんですけども、はい、それ外れるようになったっていうのは、逆を言えばちょっと相対的に位置が上がったというか、成長したっていうふうにも考えられると思うんですよ ね、まあ、でも本人としてはなんか外されちゃうのかなみたいなふうに感じたということなんですね。でも傍から見るとね、デビューからそういう各団体のトップ選手と当たってるわけですから、それをね、同期としてヒロミ選手はあまり面白く思ってなかったんじゃないかなっていう野じ馬的に思っちゃうんですけども、はい、どうでしょうその辺。なんかすごい人とばっかりずっと試合してたんで、はい、一発一発の大技はすごい効いて大変だろうなとは思ったんですけども、あ、それ、大技どうしても、はい、ボンと一発やられたら、死んじゃうだろうなっていうまあ生きてますね、最後死んじゃうんだと思ってたんですけどね、そう思いながらも、はい、羨ましかった。それ当然そう思いますよね、同期生としては。まあ似たようなね、メニュー、はい、受け身取ったりとか、本当ごくごく基本的なことを2人でずっと道場でデビューまでやってきたわけですから、はい、まあ、当然、まあ、加藤選手なんか見ててですね、例えばそのアジャ選手 その裏剣を平田選手が食らった時なんか、はい、普通、ね、本当息心の話って言いましたけど、でもまあ逆にその部分でですね、まあ、自分も頑張らなきゃとかですね、まあ、広田選手があそこまで動き技食らっても頑張ってるんだからっていう意味ではですね、まあ、今後いろいろ
頑張る上での一つの大きな指針にはなると思いますね、はい。まあ、そういう意味ではというか、ただ入った当初、おっと顔面に入りましたね。北斗いきなり円安ない蹴りで、ひろみ選手の時は入門試験の時に合格したのがひろみ選手一人だったんですよね。はい、二人受けたんですけれども、合格したのは一人。ただ、広田選手の時は確か最終的に合格したのが3人いて、で現在まで残っているのが広田選手一人ということなんで。いや、まああんまり褒めるのやめましょうか、やってしまいました。褒めようかなって思ったんだけど、すいませんでした。広田選手もね、入門した時は自分と同じ時に入った人が3人いたわけですよね、はい。あ、3人っていうか3人の中の1人だったんですよね、自分が。はい。でその中で他の選手がまあなんて言ったらいいのか、挫折していくというか、まあ選手じゃないな、練習生、はい。中で自分もくじけそうになったりとかしたと思うんですけども、あ、でもそれはなかったです。ないですか。この人意外とない人です。うん、意外とというか想像通りというか、うん、やっぱりなという感じですね。そうですか。あ、これ黄金連携ですね。あ、またも出ましたね。これの中に加藤選手入ってるってすごいことですね。これは何気にすごいですね。これはすごいですよ。これひろみ選手、これはもしかしてちょっと得意ね。はい。おー、いいかもしれない。いや、でもなかなかね、やろうと思ってもできることじゃないんで。あ、さあ、里村選手、さあ、付き人にこんなことする。まあ、こういう展開でね、はい、里村が大怪我でもしたりしたら、せっかくの、おっ、ドロップキックで返しましたね。返しましたね。これは以前、前のニュールキックに対して、カオルがドロップキックっていうのはやはりありましたが、はい、でもタイミング合わせた足にきっちり当てるっていうのは、難しいですよね。しかも、あっ、ミスリにボコッと入りましたね。今一瞬見えましたが、目向いてました。ああいうのいつも食らっちゃってるんですからね、この人たちは。切れたか、佐藤村。この辺りさすが大将って感じですね、はい。高速ブレーンバスター、クイズロックですね。いやですね、方骨入ってますか。方骨入ってますね。いやですね、辛い技です。これは誰ですか。これは広田選手ですね。これはケツです。ケツといえば広田選手、はい、長代選手から一つ技を授かったそうで、はい、ヒットアタックです。ヒットアタックをいただきました。まあ、それをね、コーラゲンで長代選手から聞いたんですが、もう言っていいのかな、スピードの里村選手に、でもまだ不格好なんだよねっていう話をしてたんですけどもね、はい、今日の試合でどういうヒップアタックを見せてくれるかというのもちょっと注目したいところですよね、はい。さあ、でこの大会は浜松、静岡県ですか、はい、地元の、はい、うん、だからといってそうそういいとこばかり見せてくれる対象ではありませんね。まあ凱旋工業というのは以前に浜松市大会で1回やってますから、はい、今日は厳しくいっちゃうかもしれませんよね、まあ、しかし今日も皆さん心の中で手を合わせて、おっとパワーボム切り返した。試合前に大松選手のお父さんとちょっとお話してたんですけど、ほうほう、非常にフランクな方で、はい、上松選手の国民年金とかですね、健康保険の請求書の束を頂いてこられてましたけれども、あ、請求書の束ですか、はい、まあ親戚の方とかですね、上松選手の実家は浜松ではないんですけれども、バスでなんか50人から、はいはいはい、連れてこられてた。これは前回の大会の時もそうですね、まあ、そういうフランチャイズ的なノリというのが、はい、ダイヤの場合は結構強いですから、ね、まあ、いいですね。そうですね、はい、そういう応援団がいたら非常に心強いと思います、皆さん、藤野家の方からいらしたんですよね。そうです。で
やはりそうすると、まあ、家族親類はもちろん、はい、スーパーヨドバシの皆さんも、はい、この中で手を合わせていることと思います。さあそしてあの姉ちゃん面白いよなって言った、はい、本当が今日は釣り天井から入りますか、おやおや浜松に来て久しぶりですからね、うん、はい、静岡の皆さんお待たせいたしました。お待たせいたしましたですよ、そして釣り上げた、おめでとうスペシャル完成。広田選手気が気ではないという、はい、どうでしょうね、これかなり厳しいんですがね、さらに悪い方の膝ですからね、これは富士宮から来られたね、はい、ランダーの方もちょっと気が気じゃないところですけど、まあ、ちょっとこれ根性の見せ所ですよね逆に、はい、まあ、この上松の顔がまだ今日は完全に赤くなりきっていません、はい、まだ大丈夫だと思います。まだエンジンかかってませんね、かかりきってないところです ですね、まだギアで言えばサードぐらいです、はい、やはり北斗としては非常に興味を持ったあの真っ赤な顔になってほしいという攻めなのかもしれません、はい、からよく上松が丸め込んだがカウント3はもちろん奪えません。そしてここで繋いだのが佐藤ら、佐藤蘭をロープに飛ばして、うどフレームショルダーですか、そうですね、レビションから使ってる技です、はい、しかしフロントから蹴りを食らってしまった一撃、佐藤蘭コント、お生きてましたね、生きてました。そしてさこの位置からいくと、この位置からだともちろん出れますね、出ます、なだれ式の前方回転腕刺激逆十字、ちょっと惜しかったのが胴に足がかかりきってなかったので、はい、飛んだ距離がちょっと短かったですね、しかし上松が長いをカットしきれなかった、体重差ありますからこうカットの展開になるとどうしてもちょっと若手の方は、はい、不利といえば不利ですね、はい、結構きつかったですけど、絶対決戦ロープに振ったのは里村、そしてエルボーだ、たとえ自分が突き人をしている大将相手でも、この人はやるときはやります、やるときはありますね、しかし逆に押し込んでのラリアット、バイバイバイ、またもや目を向きましたね、はい、カウントはおっと、このパットのタイミングの良さ、はい、平田選手というのはこうやって6人タッグとかに入った時の試合の流れをこう切らない、キャリアの割にはそれすごい上手い選手だと思いますね、平田選手あれは2戦目でしたか、これから1回、はい、あ、はい、メインのタッグであの時もびっくりしたんですよ ね、そういう意味では、まあ、確かにデビュー戦がタッグマッチですから、それに向けてのトレーニングというのは積んでいたんでしょうが、それにしても8人タッグ、おっとパワーボムからの腕一撃、最近ね里村選手はこれを結構会社技使うんですよ、ほうほうほう、あのパワーボムされておやっと思ったら天野選手も、うん、天野選手とか里村選手なんかあの JWP のね、結構こういう切り返し方をしてきます、若い選手っていうのはなんか、いいですね、こういうどん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 、はい、昔は考えられなかったような返し技、おっとバックスピンでエルボー入れた、回転肘ですね、はい、あのムエタイの選手なんかはたまに使うんですけど、まあカクちゃん的にはブラスターソードと呼ぼうかななんてちょっと思いました、はい、正月にね前田健作選手にゲストに来ていただいたんですから、ついついやってさあ広田選手、広田選手、はい、あ、はい、いたいた、大丈夫です、あ、大丈夫ですか、はい、なんかここぞとばかりに大将を蹴ってましたね、はい、下向いてたんで今は見えないから、バレないからって、オッケーオッケー、でもこれでバレました、さあしかし大将死んでない死んでない、ここで北斗に繋いだ、さあ来てますよ、上松を振って、あっとこれもまた一つの夢の、はい、ってやつですか、夢の連携行きかけたんですが、さあ、あ、これがね、おっとこれで、はい、なんだか、そしてエルボー、それとモルタル、
会場に来てたテッド田辺氏が今日は50点と言ってました。ああ、はい、そうですか。膝が悪いんでやっぱここまで効かないんですよ、ね。以前コールゲンで見た時は70点だったんですよ、ちょっと膝が治るまで綺麗なのちょっと見えないかもしれない、難しいかもしれませんけどもね、やはりどうしても膝を使う技ですから、はい、おっとこれバックアウト合格の首折れた。おや今日は見てる前でこれやりますからね、逆に言えばそれほど北斗は上松を勝っているということなんですね。そうですね、初対決 の、 あの大阪の時は意外とこういう大きい技はやらなかったんですけれども、はい、そうですね、そのおっとここでヒロミのアルゼンチンにつないだ、こういう展開もあるのか、はい、お大将までエールも、はい、これ厳しいですね。ヒロミ選手、はい、今の展開というのは試合前にこう打ち合わせとかしたんですか。で今がチャンスだと思ったんです。後ろを向いてるし、ね、いいですね。そしてここですサイドアルゼンチン、ヒロミ選手もまあこうやって話すれば分かるんですけど、普段すごいおとなしい人なんですけど、はい、試合なのかガラッと変わるタイプ、おっとここで広田のフォローを得て丸め込んだがカウント2で北斗がカット。以前あの北斗といえば北斗選手の、はい、取材にあの各チャンチームが行った時、ちょうど須山さんも ねあのシュープロの取材でいらしてたんですけども、はい、あの時も道場での練習を終えたヒロミ選手が、外で、道場の外で黙々とスクワットをやっていたんですよね、はい、青春感じましたね、さあ結構勝ってもらう、あーだー引っ張ったくかわされた、いい地獄ですね、ヒロミ必殺技早くも破れた、痛かったですね。それでこの体勢になるわけですね。じゃあラリアット2連発かわしたが、北斗が飛んだ、これもかわした、シンガポールでの痛い経験は無になっていなかった。あ、なんですかこれは。これもすいません、もっとこうシャキシャキアピールするつもりだったんですけどこれは本当にこう何気に、あ、おっとダイビングヒップアタック、そしてそのまま高指でカウント3、初ゴールゲットです。はい、そうです。あ、そうか、そうなりますか、初ゴールゲットです。いや、おめでとうございますというと、今日は横に加藤ヒロミ選手が、ヒロミ選手の表情がちょっと厳しく、広田選手、はい、勝利を締めた感想を、あ、やっぱりヒップに行く前のアピールはもうちょっと研究した方がいいと思いました。あ、なるほどね、須山さん、広田選手っていうのはこういう選手なんですね。違いますね